はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はプロジェクト、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮っていこうと思います。ということでね、緊急ミッションですね。今来ています。高難易度緊急ミッションワールドストライカー育成計画、こちらがね結構難しいということで、まあ失敗作も含めてね、ちょっと参考までにね、今こんな感じでやってて、こういうとこうまくいかないよみたいなのを動画にできたらいいかなと思います。まあ達成できてないのはあと3つですね。で、この中で言うと、上から2番目のキック S 以上、ほか C プラス以上を、スキルシュートの鬼を習得して、育成環境、これに関してはね、シュートの鬼が引けなかっただけで、他達成してたのになぁが何回かあるので、まあ繰り返してたら、これはね、終わせるんじゃないかな、一週間あればとっていうことを思ってたりはしますね。ただ、そうだね。まあ、他捨て全部 B 以上っていうやつが総じて難しいのかな。だから、カレーと、ステーキの回収は結構困難かなと思ってたりはするんですが、まあ、せめてね、ジェムだけでも、頑張って回収しきりたいかなと思ってたりはしますというところかな。で、一応ね、どういう風に自分がやっていて、どこがうまくいってないか、あるいはどれだとうまくいったかみたいなのを、これからちょっとね、見せていこうかなと思います。ということでね、見ていきましょう。まずね、基本的には配布の潔でやってるんですが、イベントがね、始まる前のキャラの中で、一番ね、目標達成に近いキャラ、育てられてたやつを見て、それを参考にね、ちょっと、編成いじったりしてたんですが、まあそういう意味ではね、今、メインで使っているこのキャラは、オール B 以上は達成できていたので、この時の編成っていうのをちょっと見てみると、ちぎりレベル55、バチラレベル50、ミトマレベル55、ガガマルレベル50、フレンドでナギ100レベルを借りてますよと。で、サポートは SR だけ60、他1っていう形になってるので、今ね、バチラとかガガマルがレベル上がってるので、全く同じ編成で、全く同じ上振れの仕方をしたら、まあなんかクリアできそうな気もするよねっていう感じではあったんですが、これはね、単純に上振れしただけのキャラだと思うので、まあ逆に言えば、そうだね、まあ無凸と、55レベル2人みたいな形でも、このぐらいの仕上がりは、上振れれば可能みたいな感じなのかなとは思うんですが、これをベースにちょっと今回のやつに合わせていろいろ編成を今の手持ちでね、変えてみたりして工夫したところをちょっとこれから見ていこうと思うんですが、まあ少なくともね、レベル60以上が手持ちで1体もいなくても、このぐらいまではステータス漏れだけなら漏れるんだなというのをまず、見せておきまして、そこからのね、どれだったかな、ちょっとね、これさ、ソートでさ、育成美順とかっていうソートがないの、ちょっと不便なんだよね、こういう時に。今までちょっと、直近で育成したキャラたちを見せたいってなった時に、ソートがね、なぜかね、強さ順、戦力順とかランク順しかないので、ちょっと、示しにくいなという。ここはちょっとね、育成ビジョンは加えてほしいかなと思ったりするんですが、スキルの関係で査定は伸びてないけど、イベントの攻略って意味では一番近かったのはこの、あ、違う、これじゃない。これはね、なんだっけ、これもちょっと違うんだよな。あ、そうかそうか。これはね、確かね、賢さがあんま漏れなかったので、賢さ寄りに寄せてみた結果こうなったってやつか？いや、違うな。今のは、まだ鍵かかってるから、これは別だ。ごめん、ちょっと待って。わかんねえな、マジで。この辺がね、ちょっと、バランスを取ろうとして、キックテクニックが伸びきらなかった失敗例ですかね。ん？違うな、今のも鍵かかってる。あれ？ちょっと待って。1900前後の、違う、これさっきのだよね。あ、これか。そう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 。これがね、最近で一番惜しかったやつかな。これね、シュートの鬼ついてたら、500回収できてたんだよ。ついてないんだな、ビギしか。ってことで、ちょっとここがね、まず第一の失敗。これ、キック、
S プラス、S 以上か、 S 以上の全部 C プラス以上で、シュートの鬼さえついてれば完璧だったんだけど、これはね、国神無凸レベル50、バチラがレベル60、ナギレベル60、三笘レベル55で、フレンドで、バローレベル100で、スペシャルサポートが SR75、他は1という形で、まあ一番ね、新しい、育成のね、キャラではあったんですが、まあこの形がね、一番近いっちゃ近いのかなっていうところですね。結構、まあスキル拾えてないのは今回のイベントで言えばね、あの必要なスキル、ビギとシュートの鬼、だけね、取れさえすれば、まあそこが取れてないんだけど、他のスキルはね、関係ないので、まあ、金スキルがね、もう2個ぐらい取れてると、また結構伸びてたところではあるんだけど、まあ、キック SS まで伸ばしてて、テクニックも S いってるから、この形でね、上振れ狙い続けるっていうのが、まあ、一応現状俺が手持ちでできる中では一番いいのかなという感じではあるんですが、これね、賢さ今回はうまく漏れたんですが、基本的にスタミナと賢さが、不足しがち。なかなか C プラスに乗らなくて終わっちゃう可能性があるっていうところですかね。ドリブルで、スピードが結構漏れるんですが、スタミナと賢さがね、やっぱりなかなか漏れないなぁというのが実感としてあって、だから結果的に、なるべくね、あのイメトレを結構意識して踏むようにしてる。イメトレでこの3つプラス、ドリブルでこの4つっていう形で、まあだからね、理想はイメトレとドリブルが無限に光り続けてくれて交互に踏めるっていう風になるとめちゃめちゃいいと思うんだけど、まあそうね、理想通りにはいかないというか、そんな感じですかね。あとはね、あのなるべく、まあやっぱ金をたくさん踏むがステータス伸ばすコツなんだろうなというのは感じてますね。で、金じゃない時の 500% より、金の 300% ぐらいの方が上だと思う、上だと思うっていう、はっきり上なので、そういう意味ではね、金だったらコンディション関係なく踏んでいいと思うんだよね。上振れ狙ってる時は。グッド、ノットバット、ノットバットでも 300% たまに出るから、金があったら踏んじゃった方が上振れ狙いの時はいいと思う。アウフルでも、まあ 25% とか出る時もあるけど、それはもうね、アウフルになってる時点で下振れだから、アウフルでも 300% とかたまに出るから、そういう意味ではコンディション関係なく金が光ってたら踏んじゃった方がいい。で、たまに、レクチャーでね、バローがいる。あの、バローの、バローの、レクチャー、スペシャルレクチャージボーナス 30%、 これね、スペシャルレクチャーの場所にバローが一緒にいると、35% 伸びがね、アップするんだけど、これ 35% 伸びが上がったところでね、踏んで 500% とか引けるとさらに5倍なので、めちゃめちゃ、捨てを漏れるという感じなので、あの上振れ狙うときはね、もうとにかくあのスペシャルレクチャーのところにバローがいてくれるのを祈ってやり続けるしかないかなというのが正直なところかな。でね、ちょっとね、この編成でしばらく回してて思ったのが、まあ、やっぱり、まあ、三笘さんとかはね、イベントで一応55まで行ってるけど、55でもね、50も ほとんど誤差なので、まあ、国神も合わせてなんか無凸2体で、60もそこまで強化できるわけじゃないから、これって、この編成って普通に上振れしなかったら、大体量産できるのは B ランクなんだよね。こういう感じの、これはそうか、まだ試行錯誤してる段階か。まあでもね、これやっぱ賢さ届いてないし、まあ大体ね、今俺がさっき見せたちょっと上振れしたって言ったやつと同じ編成でやっても、基本的には出来上がるのって1万8000ぐらいのキャラなので、まあ、大きく上振れた時じゃないと、こういう形にはならない。これは、これはなんだ?これはあれか。
イベント中じゃない時にたまたまできたやつか。ちょっとやっぱ日付順の相当欲しいな、マジで。あ、これはイベント中に試行錯誤してたやつっぽいな。テクニックが S まで行ってて、他 B 以上なんだけど、S プラスまで行ってないとかでダメなのか。っていう感じで、まあ結構ね、潔でやってるんですが、まあまんべんなくね、C プラスとか B とかまで伸ばさなきゃいけないのを考えると、やっぱり、あ、この潔はそうだね。今の編成でやってるやつだね。そうだからね、ちょっとね、今の俺の編成だと、まあ上振れを掴んだ時にたまに届くかなぐらいの感じではあるんだよね。これはあれか、スピードに寄っちゃった感じか。あ、これとかね、この時はねまだナギを入れていて、でナギはね、なんでやめたかっていう、ナギは入ってんのか、違う、これはあれか、ガガ丸入れてレクチャーを引きに行ったんだけど、まあでも国神もね、レクチャー率アップみたいなのがあるから、スペシャルレクチャー、あれなんだっけ、今はちょっと国神でやってんだけど、そうだからね、結構ね、あの、このぐらいの感じになることが多いのかな。S、C プラス、C プラス、B、キック、A とか、まあこういう感じとか、まあ、これとかはね、あの、賢さが賢さとスタミナがマジで、あの、不足するパターン結構あるので、イメトレ多めに踏んだ方が、あの、イベント目標のステータスには近くなるな、というのは思ったんだけど、難しいね。そんなところかな。そうだからね、さっきみたいになって賢さとスタミナが足りないことが多いなって思った時に、ちょっと気分転換で、2個を育ててみたりもしたんだけど、2個はねなかなかうまくいかず、これじゃないな、これちょっとフレンドを、ナギにしてるから違うね、この辺か。そう2個で試したんだけど、やっぱりね、なんか編成自体がちょっと賢さスタミナがね伸びにくい編成になってるのかもしれない、サポート側で。まあでもそこはね、ちょっとまあ上振れを引くことでカバーするしかないのかなという感じかな。自前でね80とかがいれば別なんだけど、ちょっとそこまでは用意できてないからねみたいな感じなんだよね。そうだからね、まあ潔、制服潔でやってるけど、本体バチラに変えてっていうのもちょっと思ったけど、バチラに変えるとサポートでねテクニックのキャラが使えないから、むしろねバチラサポートで使った方が恩恵でかいと思っていて、まあやっぱり潔でイベントに関してはねこなすべきかなとか、そんな感じですかね。だから安定感って意味では賢さとスタミナもうちょっと盛れるキャラを入れたいような気もするんだが、それもなかなか、ちょうどいいのがね手持ちの中では見当たらなくて苦戦中ですねという感じかな。はい、というわけで、まあ、今来ている緊急ミッションに関して、自分がね育てた編成の中ではあんな感じの、まあ、サポート編成であのぐらいのステータスには、なんとか到達しているので、参考になったらいいかなという感じですね。で、俺は俺でね、あと1週間かけて、まあ、この4つ、達成できるように頑張ろうかなというところですね。まあでもね、S プラス以上で全部 B っていうのはね、結構きついから、本当に。この中で、今の状態で達成できそうなの、やっぱり、キック S、フォカ C プラス、シュートの鬼、っていうやつだけかな。もうちょっとね、なんとか賢さスタミナがやっぱ伸びないんだよな、テクニックキック伸ばしていこうとすると。という形で、ちょっと挑戦中ですということでね、まあ今回の動画は、そんなところで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。